皆さんごきげんよう、沙織です。はい、今日は5月のお気に入りをご紹介していきたいと思います。はい、もうね、6月になってしまったんですが、先月5月にお気に入りでよく使ってたものたちをご紹介していこうかなと思います。最後までごゆっくりご覧ください。じゃあね、ご紹介していきたいと思います。まずね、一つ目は今手元にないんですが、こちら無印良品のお香です。お香って皆さん使ったことありますか？私はね、実は今回初めて使ってみたんですよね。で、きっかけっていうのも特になくって、なんか無印を見ていたらなんかお香があって、あ、なんかちょっと気になると思って買ってみたんですよ。まあ初めてだったのでね、なんかとりあえず使ってみようかなと思ってなんとなく購入してみました。で、そしたらね、ハマっちゃったんですよねお香ってすごいいいなって思って、もしね、使ったことない方いらっしゃったらね、すっごいおすすめしたいです。で、私はお香は金木犀の香りにしてみました。このなんか無印のお香がすごいいいのかっていうと、まあそれはちょっとわからなくて、他の使ったことないからね、まだわかんないんですけど、金木犀のちょっと甘い香りとかがしてね、金木犀の香りすごいいい香りじゃないですか。だからすごいなんか癒されたんですけど、でもなんか他のメーカーのもね、使ってみたいなと思ったので、今 Amazon でちょっと他のもね、注文してみてるところです。なので、この特にこの無印のが良かったっていうよりは、もうお香というものがすごいいいなって思ったんですよね。使うタイミングはなんかリフレッシュしたいなっていう時とか、あと朝起きた時とか寝る前とかに使ったりしてたんですけど、なんか最近朝起きてから結構ゆっくりとものを考えたりとか書いたりとか本読んだりとかする時間を取るようにしてるんですけど、そういう時にお香を焚いたりとか、あと寝る前お風呂上がりにお香を焚いたりとか、そう、そんな感じでね、使い始めたんですよ。ね、なんかもうその煙の感じ、なんかやっぱり今までアロマディフューザーとか使ってたんですけど、やっぱりお香みたいにこう火をつけてこう煙が出てみたいなのが、なんかすごいこのね、空間が浄化されてる感じがするっていうか、そう、なんかやっぱりアロマディフューザーとかとは違う、なんか香りだけじゃないなんか効果をね、感じる気がしました。ちょっとお掃除とかをした後とかにお香とか焚くと、なんかすごいすっきりしたりとかして、そう、なんかね、すごいいいなと思っちゃった。無印のはすごいお手頃で、こうセットで買っても1000円ぐらいなので、もしね、お香使ったことない方いらっしゃったら一回ね、ちょっと試してみてほしいです。なんかこのね、すごい落ち着くんですよね。そしていつも使ってるよっていう方は、ここのメーカーのがすごいいいよとか、そういうのがあったらね、ぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、そして2つ目がこちら、ナリンのハーブオイルです。はい、このハーブオイルね、すごい有名で、私もね、ずっと気になってたんですけど、なかなかタイミングがなくて買ってなくって、ようやく先月購入したんですけど、こんな感じのロールオンタイプのハーブオイルです。香りもすごいね、ハーブの香りでいい香りなんですけど、塗るとそこがすごいスーッとする感じがして、なんかリフレッシュできてすごいね、気持ちがいいんですよね。私は楽天で購入したんですけど、コスメキッチンとかでも購入できるみたいです。で、これを買った理由っていうのが、私はフォロワーの方に教えていただいたんですけど、もうね、とにかく5月偏頭痛がすごくて、まあ、気圧の関係とかでね、もうすっごい頭痛に悩まされ、多分1週間ぐらい結構頭痛の日が続いたりとかして、まともに仕事ができない時期が数日間とかあったりして、すごくね、困ったんですよね。で、今までそんなに重たくなかったから、あんまりね、気づいてなかったんですけど、もしかしたらね、そういう気圧とかお天気の関係でね、結構5月きつくなっちゃってたみたいで、インスタとかにも書いたら、私もですっていう方が結構多かったので、多分ね、5月つらかった方結構多いんじゃないかなって思ってます。で、このオイルをフォロワーの方に教えていただいて、もうね、すぐに購入しました。これはね、なんか頭痛くなりそうだなっていう時に、なんかこめかみとか、あと首筋とかにね、こうやって塗るとなんかスーッとして痛くなくなるみたいな、ちょっと緩和されたりとか、悪化するのが防げるみたいな
感じでね、なんか前からちょっと小耳に挟んではいたんですけど、あんまり信じてなかった正直。なんかね、そんな薬じゃないしそんな効くのかなって正直思ってしまっていたんですけども、私ねこれを購入して使い始めてから、なんかこう頭がちょっとなんか締め付けられてるかもみたいな、ちょっと痛くなりそうかもみたいな時にこれをねすぐに塗るようにしたんですよ。そしたらもうねこれ使い始めた日から頭が痛くてどうしようもないっていう日が一日もないです。これのおかげなのかもしれないと思っています。すごいよね、こんなナチュラルなものでさ予防できるんだったらすごいいいなと思って。なんか保湿効果とかもあるみたいだから、普通にオイルとしてね塗ったりして大丈夫なので、なんか一応こめかみに塗るのも推奨されてるんですけど、なんかこめかみに塗るとちょっとオイルだからニキビとかができちゃったっていう方もいらっしゃったので、まあ、塗る箇所とかはいろいろとね試してみてほしいんですけど、これはね本当に買ってよかったなって思ってます。なくなったらまた絶対リピしようと思っているアイテムです。とてもおすすめです。はい、そして3つ目がこちら、ケイトのリップモンスターです。はい、もうこれは超よく見ますよね。最近 SNS でもバズっていて、どこでも毎日のように見ると思うんですけど、やっぱりね良かった。なんか最初メイク動画とかでもお話ししてたと思うんですけど、まあ、なんかリアクション的にまあいいけどまあまあまあ普通だよねみたいな感じのテンションだったと思うんですよ私。でもやっぱり使い続けると、やっぱりいいし、なんかつい手に取っちゃうなっていう風に思いました。今もね塗ってるんですけど、まあ、カラーとかもまあすごく使いやすいカラーだし、なんかどうしてもこれじゃなきゃみたいな色じゃないかなとは思うんですけど、この2番はね。でもやっぱりこの落ちなさっていうのがすごい安心感があって、とりあえずこれはねベースにまず絶対塗りたいなっていうアイテムになりましたね。いろんな方がレビューしてるのであまり詳しくはお話ししないんですけど、まあ、何が一番いいかっていうと、すごく色持ちするんですけどティントではないので、この塗った色のまんま残ってくれるっていうのがすごいいいなと思っています。やっぱりティントだと塗った時の色と時間が経った時の色って、なんか時間が経つとちょっと蛍光色っぽくなっちゃったりすることが多いと思うんですけど、それがねなんか私あんまり好きじゃないんですけど、これはティントじゃなくて多分普通に口紅なので、このままの色が持続するっていう感じなので、そこがやっぱり一番嬉しいポイントだなと思いました。今すごい人気でなかなか手に入らないと思うんですけど、他のカラーとかも買えるようになったらちょっと試してみたいなと思っています。はい、そして次はこちら、ビセのブラウンズクリーミーペンシルです。はい、これはねほんと待ってましたって感じのアイテムなんですけど、こう名前にもあるようにブラウンしかないアイライナーなんですよ。ブラウンが5色と、あとパールベージュっていうちょっとラメが入ってるのが1色っていう展開で、そのブラウンの中でもいろんなブラウンがあるんですよね。割とベーシックっぽいブラウンから、これはピンクブラウンで、あとちょっと黄身寄りのブラウンだったりとか、ちょっとグレーがかったブラウンとか、いろんなブラウンがあって、とにかくおしゃれで可愛くて抜け感が出る。書いてみるとこんな感じで、すごいね明るいブラウンでちょっとねピンクがかってるんですよね。なのでこれで際を締めると、なんか抜け感はあるんだけどちゃんと締まって見えるっていう感じで、もうね理想的なアイライナーでした。今私ここの際に使ってるんだけど、わかるかな。で、特にこのピンクブラウンが超可愛くって一番人気みたいです。目元に抜け感出すときはブラウン使いましょうとか言うじゃないですか。で、今まで私も、ブラックよりブラウン使ってきたんですけど、やっぱりダークブラウンを目の際に塗っても、なんかなんだかんだまつげとかあったりとか、なんかいろいろ密集してて、なんか結局黒っぽく見えちゃうなって思ってたんですよ。だからもっと明るくて、なんかもっと抜け感があるブラウンがあったらいいのになって思っていたら、そんな感じのブラウンが出たっていう感じですね。このアイライナーは私みたいになんか抜け感欲しいんだけど、なぜかいつもちょっと
目元強くなっちゃうみたいな悩みがある方とかはね、ぜひこれ使っていただくと、なんか一気に目元垢抜けてくるんじゃないかなと思うので、ぜひ使ってみてください。はい、そして最後はこちらです。こんな感じのジェラピケの部屋着を着ておりました。こんな感じです。超可愛くないですか。私ちっちゃい頃から恐竜が大好きで生きてきまして、なんか今でもやっぱり恐竜モチーフのものとか大好きだし、あとなんか恐竜の展示みたいなとかね、行ったりとかするぐらい好きなんですよね。でジェラピケって結構ね、ちょこちょこ恐竜のモチーフのものをね出してくれるんですよ。で去年の秋冬も私恐竜モチーフのジェラピケのアイテムとか購入したんですけど、そしたらね今年の春夏も出たと思って購入しました。なんかねもう一種類あったんですよ。もう一種類はここにねティラノサウルスが真ん中にドンといるタイプで、それも超可愛かったんですけど、今回はちょっとこのねポツポツといろんな恐竜がいるタイプのにしました。やっぱりトリケラトプスが一番なんか装飾だし、形もね可愛いし、ちょっと丸っこくて特徴的でね、顔も可愛いし、トリケラトプスがすごいね好きです。これは何でしょうね、スーパーサウルスかな。まあ生地感はいつものねジェラピケの、薄手の春夏バージョンのモコモコっていう感じで、まあ、ゆったり着られるので、なんかすごいもうね包まれてる感じですごく気持ちいいです。はい、ということで5月のお気に入りのご紹介でした。この間買ってよかったアイテム6000っていう動画をアップしたと思うんですけど、その時にもっと定期的にやってくださいっていうお声をいただいたので、まあ、これからはできる限り毎月買ってよかったアイテムとかご紹介していけたらなと思っているので、はい、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。まあね、5月はやっぱりお香が一番だったかな。なんか自分の中ですごいね新しいジャンルだったので、すごいいい出会いをしてよかったなと思っています。皆さんが最近買ってよかったものもあったらぜひ教えてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではごきげんよう。